時刻は午後7時になりました。ここからは愛知県東海市にあるメディアス FM からお届けするビートアラウンド834サテライトフラッシュ。毎週月曜日は吉本興業所属ブロードキャストのボードフミノルと。吉村健二がお送りします。はい、お願いいたします。幸せになろうよ。幸せになろうよということで、もう早いもんで3回目、す。ボールさん。そう、3回目です。早いね。ボール3回続くと思わなかったね、ボールさん。いや、続くだろうよ。もう設定されてんだから、期間は。ちゃんと。え？いや、その人気があるなしで、とりあえず、やりますよ。でもし3回目で潰れたら、それはそれで問題すぎるし。なんかやらかい、あ、あれか、俺の、まあこれ、まあ言ったらさ、このボロさん東京、で私、まあ豊橋、住みます芸人、豊橋市で、こう、なんでしょう、こう、まあオンラインを通じて、こう、ね、やってんラジね。オをお送りしてるという、この便利な時代、そうね。そこでの、この吉村のズラボケがあまりにもうざいから、それで、ね、第3回目にして、第ね、3回目にして、その、まあ、うち今に、日のさ、はい。今もそのヅラかぶってるじゃんか。まあ見えてないんだけど、皆さんおには。い！おい！もっとさらっといくな、おい！いやいや、もう本当に、実はスルーはしたいんだけど、その挑発？長ロンいゲ。ロン毛をかぶって、グラサンかけて、で、それも、告知動画にね、載せてくれてるじゃないですか。そうですよ。で、まあ、拝見したんですけど、ありがとうございます。まあ、これは見よ皆う、これさんはも見よう。メディアス FM のツイッターフォローしていただいて拝見してほしいんですけど、もちろん。まあ、いろいろ言うことはあるんですけど、その後半、なんか武田鉄矢さんのモノマネが入ったりとか、まあ、いろいろあったんですけど、総合して、これは公に出していい動画なの？これ。もうなんかやばい動画だったよね、もうもはや。なんボか。ロさん、これ俺の動画は、下手、陰部と同じ扱いですか？そう、なんかボロさん、もう、私。に、あの、な、なんて表現すればいいんだろうな。壊れていってる。ああ、なるほど。人が。だから、陰部と同じだ。いやいや、結違果。うだろ。壊れると陰部は違うだろ。なんだ、お前の陰部はイコール壊れてんのか。なんこんな話したくないんだよ。壊れてないよ、絶好調だよ。うるせえよ。ボロさんは？いや、うるせえよ。ボーノのボノは？え？いや、もう、こんなラジオにしたくないんだよ、俺は。ちょっと待て。なんすか？あれだよ、メッセージテーマ先に言っとかないとさ。頼むよ。吉村君がね、選んでくれた、決めてくれたでしょ？はい。今週はあなたにとっての夏の曲、2023恋をした。ここいらねえんだって、だから。つけさせ2023恋をしたって。てよ、ボーノさん。ボーノさん、で、今、言っとこけれよ。さ、はい。まあ、ありがたいことにもう来てんだけど、結構来てるよ、ボーノさん。いや、やっぱりこのね、書き方だと、リクエストみたいな感じにやっぱ受け取る。まあ、それはそう、僕が多分、ラそうジオをか。聞いてる人でも、リクエスト曲はこれですみたいな感じで、やっちゃうと思うんだ。で、そうか。まあまあ、さらっとね、皆さんのお便りを拝見、メールを拝見して、やっぱそういう方もおられたんです。曲書いてる方ね。そうそう。で、先に言っとくけど、書けないっす。そう、書けないんだ。これ、申し訳ないけど、申し訳ないけど、一切書けない。もう決まってんのよ。言っちゃそってれるからごめんね、みんな。は。ただまあ、なんか、わかんないけどさ、じゃあ来週書けるとか、まあ、でも来週も書けないんだけど、書けないんかい、おい。いや、なんか、そういう、なんか、毎週さ、ストーリー、そういうふうにこう、つながっていくのもいいよねっていう。まあまあ、そりゃそうね。で、私、このね、マイグラさんにロン毛でさ、まあ、バスローブ着てっていう動画をメディアスのツイッターの方で上げてる、まあ、壊れ、あなたの表現で言うと、壊れてってる？もう、俺、もう止まんなくなっちゃって、俺ももう本当やめたいのよ。やめたいんかい？ いや、もうメディアス FM の方もあんまり笑わなくなってきてんね。いやいや、大丈夫、笑ってるよ。本当？そうこよ、んなやつ、別メディアス FM のツイッターの、うなずいてくださってますけど、に。ね、そのツイッターの方をね、バーッと遡る、俺、前何喋ったかなとか、いつもね、8304083080とかなるのよ。ね、で、一応決まったこの文言がある頭にね、サテライトフラッシュだから、俺、なんて言ったかなっていうので、遡るわけさ、メディアス FM さんのツイッター。で、他の方のこうね、こう、つ見ぶやる。き、を見たり、まあ、写真でこうあったりするんだけど、
やっぱ俺みたいなやつおらんもん。いねえよ、それ当たり前だろ。それもおらん、もうだから俺恥ずかしくなってきちゃった、うん、もう恥ずかしいんかよ、ほんで。プライド持て。そうだな、もう、うん、もう走り出しちゃったからさ。そうよ、だって、うん、あなたが否定したら誰が肯定するのよ、だって今んとこゼロなんだから。いや、相方しろ相方まずしろあ忘れてた。あ、なるほど。それで1だよ。あ、そういうことか。自分相方で2だよ。あ、2か。あ、悪い。最低2は頼むよ。まあ、間違えたわ。ごめん。頼むよ。どこはあるの？お、違う。これちゃんとお知らせしないとさ。はい、メールはですね、メディアス FM のホームページにあるメッセージボタンから、または、はい、メディアス FM の専用アプリからもお送りいただけますので、ダウンロードしていただいてね、うん、よろしくお願いいたします。はい、うん、はいはい、じゃあさっきも言ったけど、ツイッターも吉村さんのね、見るためにも、はい、フォローしていただいて、はい、ね、あ、じゃあ曲だ、吉村くん。驚くことじゃないだろ。前、もう2回もやってんだ、こんぐらいの時間で曲いくよって言って。もうですか？もう、いや、なんならオーバーしてるよ。もし、いや、もう、じゃあ行きますか。そうよ。じゃあちょっと、われわれのね、ちょっとトークセッションは、この辺で。トークセッションって言うなって言ってんね、何回も。一旦ブレイク。うん、あ、だっせえな、ほんで。ブレイクしつつ、おう、私のやっぱ夏のね、うん、あなたのとっての夏の曲、じゃあ、ブ、うん、ロードキャスト吉村、いやさ、バス村、幸せになろうよの、おう夏の曲いっちゃうわ。行くまで長えな。聞いちゃってちょうだい。ケツメイシちゃんで、夏の思い出ちゃん。愛知県東海市にあるメディアス FM から生放送でお届けするアランド834サテライトフラッシュ、吉本興業所属ブロードキャストの坊野文則と吉村健二がこの後午後7時半までお送りしていきます。はい、さてここから皆様からね、いただいたメッセージをね、ご紹介いたしましょう。テーマがあなたにとっての夏の曲2023恋をしたということでございますけれども、はい、じゃあちょっと読んでいきましょうかね。はい、こちらはなんか陽一さん、吉村さん、ボノさん、こんばんは。こんばんは。あなたにとっての夏の曲ですが、やっぱりチューブの夏だねですと。お、いいじゃない。この曲が自分には一番の夏を感じる曲で、この曲を聴いて夏になると海を車でドライブしています。それでは今週もよろしくお願いいたしますと、今日も PS って感じで、今日もメッセージ読まれないのでしょうか、送ります。いつか読まれるでしょうか。読んだよ、ヨちゃん。読みましたよ。読みました、きちんと。ね、もういきなり一発で、そのさっきのケツメイシちゃんの夏の思い出ちゃんからの。うん、ごめん、待った。え、そう、誰も呼んでねえんだよ。ケツメイシちゃん。ケツメイシちゃんだし、夏の思い出ちゃんって。なんだそれ。しかもなんか言い方、金ちゃんみたいになってる。呼んでないじゃん。それだよ、だから。呼んでないじゃん。じゃこんな話はどうでもいいんだよ。あ、どうでもすいません。なんでした？夏だね。チューブ。ね、夏だね。あ、いい曲ね。最高ですよ、ボノさん。ああ、そうね。ちょっとじゃあ、チューブの中で、ボノさん。うん、うん。一番好きとかってある？うわあ、曲名とかが出てこないとかあるかもね。うん。うわあ。でも今パッと浮かんだのは、あれ？これ前田さんのやつかな、チューブかな。前田さんのソロもあるよ。ガラスのメモリー、あれ？ああ、は、まあ、チューブです。そうよね、チューブか。チューブです。うん、ガラスのメモリー。俺ね、でもなんか恋してムーチョ。うん、恋してムーチョ、吉村君。恋してムーチョとかね。恋してムーチョね。いいんです。はいはいはい、夏だね、もう。笑顔が似合う、ね。うん、そう、それ。俺でも、小学校の時一番、ぐっと心つかまれたの、それかもな。あ、マジで？うん。あのね、そう、我々がね、もう小学校ぐらいの時に、うん、もう全然売れてて、チューブさんは。もうバリバリよ。で、俺ね、初めて買ったテープが、おう、テープなんだけど、チューブ。テープね。あ、ほんと、じゃあ、結構思い出だ。そう。で、チューブの、うん、あの、ビーチタイムを。うん。お、ビーチタイムって今日あるんですよ。あるね。これがすごい好きで買ったら、うん。あの、シングルじゃなくてアルバムだったっていう。ビーチタイムってアルバム、確かに俺間違えた覚えがあるんですよ。あ、なんか、うん、わかるわかる、そうだね。うん。テープと、まあ、あの、値段がもちろん違うんだけども。うん、そうかそうか。あれ覚えてる？あのジャケット、あの、うん、チューブの4人がタイヤ持って半袖で横に一列横に、ね、横にタイヤ持ってるやつ。あのね、やっぱね、ジャケットってさ大事よね。大事大事。でもさ、俺今思うんだけど、これまあその、うん、年数が経って今僕がちょっと面白いなって感じで言ったけど、うん、今あれやってもいいんじゃねえか。あ、そう、そう、あの、今いい今いいよね。
逆におしゃれというか、そう。その、それやるっていう感じでいい。そうだよね。いい、いい、めっちゃいい。いや、懐かしい、ね。あのジャケットでっていうので覚えてるって。うん、例えばじゃあ、ね、うん、これも納得だと思うんだけどさ。うんうん。じゃあ、ミスター・チルドレンのイノセント・ワールドってもうこうじゃん。わー、めっちゃそう。あれ、あの、しかも8センチのさ。うん、そう、そう、縦長の。縦長のさ。で、パーカーを目元まで隠してこれ。そうそう。フードな。フードあれはインパクトあったね。今でもちゃんと覚えてるもんな。覚えてるでしょ？シーソーゲームに至っては、あの、猿がシーソー乗ってる。乗ってる。覚えてるわ。ジャケットで覚えてんのよ。でも、やっぱ今はね、サブスクでもみんながちょっと結構聞く人増えたけど、でもだからこそなんかちょっとね、ものとして、アンティークじゃないけどさ、ジャケットみたいな、その CD なり、レコードなりね、そこ凝ったらね、売れるかもね、ちゃんとね。なんか、テープがちょっとまた流行ってたりするんでしょ今。あるあるある。あのテープ専門のお店があるやんね。ねえ、ねえ、そうそうそう。うん、だから、その辺の、まあ、レコードとかは、まあ、あのね、ほんと、ジャケ買いっていう言葉があるようにさ、あれで飾ってインテリアにもなるし、うん。そうそうそう。確かに確かに。なるね。チューブはちょっと飾んないかな。おい、飾れ。うまい。あの、マイクよった、マイクじゃない。あの、タイヤ4つを、この横一列あんなちょっと並べたくないかな。いや、もう、一気にトレンディドラマのあの時代に戻れるぞ、お前。そうそうそう、素敵だろうが本当に。まあまあ、じゃあ続いてのメールをちょっと読みましょうかね。あん時のひのきさん、はい、吉村さん、ボノさん、こんばんは。こんばんは。夏の曲でパッと思い浮かんだのがビギンさんのおじい自慢のオリオンビール。ああ、これすごいよ。芸人さんと行った沖縄ツアーが より良き思い出ですと。2016の10月から坂井ストブロードキャスト手ごねハンバーグランパンプス行ったやつで、2017の9月のやつでチーモンチョーチブロードキャストランパンプスと、行ってるって言って。なるほど。その前がね、チーモン俺ら LLR ってこの3組があったんだけど、それはじゃあもしかして来れてないのかね。これちょっと待って、俺らどんだけ沖縄行ってんだよ。行くのよ。すごいね。行く。すごい。いや、だってやっぱ夏、まあ夏を外すんだけど、9月とか10月でも十分。あ、まさにまさに書いてある。夏と言いつつ9月10月ちょっとずれてましたねみたいな。やっぱそうでしょ。うん。でも十分暑いじゃん。暑い。本当にすごい。ね。うん。で、そのね、その3組で行った一番最初初めて行ったやつは2泊3日かなんかでバス2台かなんで。行った行った。お客さんがめっちゃ来て、で、2日目は海チーム山チームに分かれて。分かれた分かれた分かれた。うん。ね。で、うん、俺は海チームで、ボーノさんは山チームの。そうよ。で、俺らは、俺と、まあ、チームの白井と、LLR の津田は、これ、海チーム、伊藤は、海チームで、一日離島に行って、泳いだり、スノーボードやったり、めちゃくちゃ、うん、楽しかったの。うんうんうん。で、ボーノさんは山チームで、あなた、泳いでないんですよね。泳いでないよ。沖縄まで行って。沖縄行って、その、今言ったチームン長中って、僕は同期になるんですけど、うん、俺の菊池くんって方が泳げなくて、ごめんね、うん、だからまあだからってのもあって多分陸と海に分かれたんでしょうけど、そう、泳げない人もいるかもしれない、陸チームになって。そうだよ。いやね、それはそれでもちろん楽しかった思い出ありますけど、ハブとマングースやってないよもう。そのもう知らない、まあまあそう、あ、なるほどなって思ったよ、その動物保護の観点からね。だからあのもう映像だったのよ。うん、で、まあ、うん、まあそれでも良かったけど、うんうんうん、いや海だろう、やっぱ沖縄行ったんだろう。そうなんだよ。であなたたち、うん、海ね、2日目で山チームで泳げなかったから3日目でこれ無理やりでも泳ごうっつって朝覚えてるのよく。おう、そうよ、朝早く起きて、朝早く起きてお前タクシー飛ばして、ね、結構遠めにの方に海行って、ほんで入ったら、うん、寒いのよ。朝が寒かったっていう。沖縄も寒い時あんだなってなって、お、無理無理無理って言って。すぐやめたっていう。すぐやめたよ。懐かしい。いや、沖縄のそのやっぱビギンってさ、泣いちゃうじゃん。うん、泣く、本当に泣く、うん。なんでだろうね。うん、そうだね。やっぱり、まあ歌詞もそうだし、曲もそうなんだけれども、何かその、ね、背負ってるバンドのなんかね、バックボーンみたいなのが滲み出るんでしょうな。人が出るのかね。人が出るんでしょうよ。やっぱりなんか泣いちゃうわ。なんかね、まあ、まあ、もっと大きく言うと沖縄のアーティストさんとかって特になんかね、うん、メロディーラインというか。あ、そうそう。そう、やっぱ沖縄のメロディーラインっていうのがね、金銭に触れるんでしょう。うん、それは特にね。ね、うん。じゃあいいよ。
めちゃくちゃいい。あ、じゃあもう一通はちょっと紹介しましょうか。行きましょう。ラジオネーム、カモナベ。ブロードキャストの二人をお疲れ様です。カモナベです。本日のテーマですが、湘南の風の巡連歌ですかね、と。あの頃は彼女がいて楽しかったな。よくカラオケで歌ってたな。いないんだな、今じゃ。以上、あさって誕生日を迎えて、吉村さんと同い年になる、カモナベでした。センキュッソーという。あ、センキュッソー、あら。うん。らしい。なんでバースデー。うん、すごいよ。鍋バースデーってなんだお前。もう、だから先取ってお祝いしちゃった方がいいんじゃないの。そうやな。うん。ハッピーバースデーといえば。歌ってあげるか、ちょっとだけね。はい、よろしくお願いします。ハッピーバースデー、今年。あ、ストップ。ちょ、待て、吉村。あんまりこういうタイミングでリンドバーグ選ぶやついねえんだよ。ハッピーバースデーといえばリンドバーグのハッピーバースデーだろうよ。もう俺らの世代でもお前その曲知ってるの一部になるんだぞ、お前。リンドバーグでソロ曲。あら、そう。お前、それお前、みんな知ってると思うんで歌うな、バカタレが。あれ、ハッピーバースデーといえばこれかと思っても歌っちゃ、よく、でもって、覚えてたね、あなたも。お覚えてるわ。このくだり本で昔よくやったな、じゃねえんだよ。いやいや、いいじゃないですかね。いいですね。うん、お誕生日おめでとうございます。先にね、言っとこう、ほんと。おめでとうございますか、もなべ。本当にね、あのおめでとう。そうですよ。いいね。いいです。ちょっとね、例えば、ちょっともう一個読ませてよ、じゃあ俺、1枚ぐらい。パッと、いい？パッとね。パッと。ないわ。年かい、あるわい。あるけど、もう曲だわ。え？おう、ちょ、時間。ももりんちゃん。は？ももりんちゃんから。ああ、名前ね。そうよ、俺がちゃん付けするから。もう、ラジオでもももりんちゃんだから。おう、はいはい。こんばんはと。はい、二人こんばんは。私にとっての夏曲、関ジャニの罪と夏。ああ、なるほどね。罪と夏ですね。サンサン、ミーズ、ギーナですね。罪な7人の男たちが歌う夏曲は最強です。うんうん、ミュージックビデオではたくさんの水着美女とわちゃわちゃしてますと。うん、なるほど。いう感じで、こう、ジャニーズソングでもね、夏曲、私で言うとジェットコースターロマンスだったりさ。うわー、あれいいんだよね。山田ちゃんがいいメロ書くのよ。そう呼んでるのもいねえんだって、だから。いや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 、山田ちゃんは言わせてよ。もしれない言い方を。まあまあいいよね、本当にね。夏はね、ノリノリのナンバーが多いから。ああ、この流れで吉村くんもまた夏ナンバー紹介しちゃってよ。わかりました。そんな中、我々のトークセッション一旦ブレイクからの曲いっちゃおうじゃない。はい。ジュディアン&マリーちゃんでハローオレンジサンシャインちゃん。愛知県東海市にあるメディアス FM から生放送でお届けしてきましたビートアラウンド834サテライトフラッシュ、ブロードキャストの坊野文則と吉村健二が、夜8時半までお送りいたします。やらんわ。え、嘘つくな。嘘できないんだよ。お別れの時間だよ。嘘だね。また嘘じゃないよ。もうそれ時間はしょうがないよ。来るもんなんだから。来るもんなんだからか。あ、もう一通ぐらいちょっとね。いやよ、これいいですね。ラジオネーム、白岡さん。吉村さん、ボーノさん、こんばんは。暑い日が続いて夏が来ましたね。と、私にとっての夏の思い出の曲というかアーティストは、ケツメイシさんです。と。あれ？で、洋楽しか聴かなかった彼氏が、はい、突然聴き始めたケツメイシ。実は、浮気相手が大好きなアーティストだったということ。夏のケツメイシの曲を聴くと、当時思い出しますね。いや、切ない話よね。ケツメイシちゃんかけちゃった。いやいやいや、ケツメイシちゃんがさ、頭でかけちゃった。かけちゃったよ。もうそんな苦い思い出。ごめんなさい。いやいや、まあまあ、その曲に罪はないっていうね。まあね、そうそう。いや、曲ってやっぱ思い出をね、持ってきてくれるからさ。持ってくるね、思い出すもんね。いや、そう、ケツメイシで言ったら俺だって好きでハマって、うん、ライブ行って、そのなんか、うん、それこそこうグッズ買って、うんうん、そしたらちょうどあの大の字のお二人、はい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 、涙の PV 出てる。出てるからね。そうで、うん、出てて、あれ吉村じゃねっつって、うん、今から関係者挨拶するんだけど行くって言われて、うわーすごいよ。持ってた、行きますっつって、行きますっつって、いやそれ行くわ、うん、グッズをまんまんまとった俺が大ファンが大ファンが、大ファン、すいません。
ただのファンがすごいね。まあ紛れ込んだみたいになっちゃって。まあでもそれは嬉しいは嬉しいでしょうね。まあまあね、まあね。ね、まあ、うん、よかったよかった。よしよしよし。いいですね。じゃあちょっともう一枚ぐらいいけるか。行こうよ行こうよ。と。服部ジエンド高弘さん、クラス夏の日の199さんかな。以上でございます。以上かよ。おい、早いね。ゆかりさん、キンキキッズのフラワーとゆうすけさんのひまわりが好きな夏ソングですと。おお、来たね。来たね。はい、ね、あ、福岡のともしげさん、今夜も福岡からありがとうございます。ビーズのウルトラソウルかな。あ、ビーズ、あれ水泳か、あれって。そうなんです、あれね、世界水泳で絶対使われる。 PV はやっぱりこう、うん、夏の日差しの中、この短髪の稲葉さんが、肩なしのなんかこう、うん、服で、まあ、杉ちゃんよろしく、そんなちょっと、ま、なんかでもイメージあるでしょ。ある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 、ね、そうかそうかそうか、そうなのよ、このやっぱ曲ってね、うん、ま、でもって夏ってやっぱこうどっかにすぐ行っちゃうからさ、うん、おんとしか言えなかった今。の、おん、夏ってすぐどっか行っちゃうっていうこと言ったの今。夏ってすぐどっか行っちゃうじゃん。お前、なんだお前。夏ってすぐどっか行っちゃうってなんだ。どっか行っちゃうでしょよ。そう、なんかそういう、そういう言い方をするな。いやいやいや、突っ込むから私もなんか、ただ訂正するやめてくれよ。夏ってほらすぐどっか行っちゃうからさ、みたいな言い方をするな。夏って気づいたら終わってますよねとかにしろ。いやいや、夏になって今もう今日もだって30、ね、豊橋はもう40度近くいってんだよこれ。すごいね。そうよ、夏、あ、やばいやばい、時間ない。夏のやつが本気出してきやがったからさ。いや、だっせ、そういう言い方するなっつってんだお前。夏のやつが本気出してきたとかってお前相手してやるかと思って。うるせえなてめえは本当に。ちょっと陽子さん、陽子さんもくれてるからリクエスト曲ブロードキャスト参ったか夏。ほらお前、あ、出た出た出たよ、ありがたい。うん、我々の曲はね、一応あのあれに入ってるんですよ。そのそうよ、アレクサにブロードキャストの曲かけてって言ったら、うん、かけてくれるんですよ、うん、あ、すごいね。そうよ、アレクサにも認識してもらってる。きちんと一応入ってて、我々の曲、うん、まあ、あの芸人ながら9曲オリジナル曲あるんで。すごい。お、吉村君、はい、とりあえずあのあれだ、来週のメッセージテーマ言ってくれ。あ、わかりました。来週のテーマは、うん、夏祭りプール海フェス行く、その思い出も添えてニョロ2023、やっぱり恋をした。やめろもう、最後のやっぱり恋をした、ややこしい。ほんでもうみんな誰も反応してねえわ、ちゃんと。いやもうまたね、皆さん聞いていただきましょうよ。ありがとうございますよ、はい、ね、我々ブロードキャストはしゃべるドキャスト、東京で月一やってます、うん、はい、お願いいたします。ぜひライブにも、はい、それでは、はい、この後は再びアキトさんのビートアラウンド834でお楽しみください。ここまでのお相手はブロードキャストの坊野文則と吉村健二、やさバズ村でした。焦んなよ。ということで最後、はい、飛び切りのナンバーをお送りしちゃう、はい、行っちゃおうか。おう、ちゃんつけんなよ。サザンちゃん、希望の私。